一体となって応援の方一つ今日もよろしくお願いします。
したいと思います。さて本日の対戦相手は東京ベルリーということで、サポーターの皆さんようこそ北海道にお越しくださいました。ありがとうございます。東京から3連休、これでついでに北海道を獲得していただければと思うんです。3連休ですから、はい。今日の先ほどの12時の東京の気温調べてみますけども32度で、札幌の今日の12時の気温が22度、10度も違う、寒い、もう寒すぎて、もう漫画とかでもやってらんねえわっていう気温だと思いますけれどもね、我々北海道人も意外ともう寒いです、今朝も私も寒くて引っ張り出しました、そんな記憶ではありますけれども、秋だから美味しいものもたくさんありますので、楽しみにしていただければと思いますが、ちょっと鮮明になっちゃうんですが、今大通り越えてオータムフェストという美味しいイベントやってまして、そこで5丁目会場に私がメニュー開発に携わりました、グッチーズチキンケージャンっていうのが出ている四つ葉というブースに置いてあります。もしよ皆さん召し上がっていただけるとオータムフェストの美味しいものを盛りだしたんですけど、ぜひ試合終わっても間に合いますので、お出かけいただければと思います。ということで始めてまいりますが、今日は2時4分キックオフとなっておりますので、これまでこの問題でゆっくりお過ごしいただければと思います。さあ、では今日もこの人たちと一緒にプレーでまいりたいと思います。ピッチレベル2はハイジー、そして木下ハルちゃん、
ミッドフィルダー背番号7森田剛希、ミッドフィルダー背番号8斉藤光介、ミッドフィルダー背番号22小中肘、フォワード背番号18山田風、フォワード背番号20木村優、フォワード背番号11山田宏樹、サブスティテューションゴールキーパー背番号21長澤優、ディフェンダー背番号4林直樹、ミッドフィルダー背番号10三木智也、ミッドフィルダー背番号14キアゴ・アウス、ミッドフィルダー背番号33松橋優亜、ミッドフィルダー背番号47松村優太、フォワード背番号9染野光樹、監督は城戸博です。続きまして赤とクラブ縦島のユニフォーム、そう我らが北海道カンシャダーブリスバーラI'm gonna make it.
Thank you.
験を行います。本日は日本のサッカーにとって非常に特別な日、 JFA リスペクトフェアプレーデーです。日本サッカー協会は毎年9月にリスペクトフェアプレーデーズを設置し、さまざまな活動を通してリスペクトフェアプレー精神を共有し、差別や暴力に断固反対するメッセージを広く伝えています。全ての選手、指導者、審判、そしてファンの皆様と共に、誰もが安全に安心してサッカーに打ち込めるよう、健全なサッカー環境を実現させましょう。そしてサッカーができる喜びと、それを与えてくれている全ての人や物に感謝をし、全力でプレーをする姿を通して、サッカーの素晴らしさを多くの人に伝えてください。JFA フェアプレーデーを皆様の記憶に残るイベントにするため、ご協力をよろしくお願いいたします。これより両チームキャプテン、選手を代表し東京ベルディ森田幸喜さん、北海道高層レ札幌キャプテン駒井義明さん、リスペクト宣言を行います。私たちは人種、性別、筋、宗教、性的指向、その他のいかなる理由による差別を認めないことを宣言します。私たちはサッカーの力を使って、スポーツから、そしてこの社会から差別を撲滅することができると信じ、この目標に向かって突き進むことを誓います。皆さんも私たちと共に差別と戦ってくださるようお願いいたします。スポーツに暴力も暴言もいりません。誰もがサッカー、スポーツを安心、安全に楽しむ権利を持っています。暴力、暴言をしない、させない、そして許さないことを誓います。私たち一人一人のリスペクトの力、大切に思う心で差別、暴力のない世界を作り、守っていきましょう。両チームキャプテンの JFA リスペクト宣言を